はいどうも赤崎蓮華です。今回も FIFA22 監督キャリアモードやってきます。前回プレシーズンマッチのヨーロピアンコンチネンタルシールド準決勝でベティスを倒し、そして決勝でビジャレアルにまたも勝って見事優勝、リーグ開幕へ向けていい流れを作ることができました。そして7月はもう試合がないのでリーグ開幕まで日程を進めていくことになります。プレミアリーグの開幕は8月の17日、ホームでの QPR との試合が開幕戦となります。そこで今回は移籍のオファーを待ちながら主な取引確認していこうと思います。そして試合直後に新しい情報入ってきました。ロッシの売却がヘンクに決まりましたね。よしよし、こっちになったか。そしてベルコーテレンがヤングボーイズとの移籍に合意。150万追加。そしてワイツに移籍オファー来てますね。ラツヨ5940万ユーロ。いや、ワイツは出せない。現在ワイツ19歳で市場価値4550万ユーロ。いやー、ただこの選手中心になるので出せないですね。ていうかもうオーバー80いったのか。楽しみだ。ということで、すまんなラツヨ、これは出せない。拒絶。そしてプレシーズンマッチが終わった段階での主な取引見ていきましょう。トップはモイーズ・キーン、エバートンからアトレティコ、ちょうど1億ユーロ。そしてハフィーニャがエバートンからインテル。おいおい、エバートンこんなに出して大丈夫か。7220万ユーロ。そしてエスパニョールのスカマッカかな、あまり知らない選手だけども、25歳、6590万ユーロで、ウォルフスブルク。そしてスタッドレンヌからドク。誰だこの選手、22歳。ウルグスに行ってますね。5830万ユーロ、高っ。そしてアーセナルのサリバが移籍してますね。リオン、5830万ユーロ。さらにセビージャからオカンポスがブライトン行き。わ、プレミア来んのか。5220万ユーロ。うわ、ベン・ホワイトも移籍してる。アーセナル。サウサンプトンか。もったいね。4530万ユーロ。っていうか、どんどんアーセナルから人いなくなってんな。いやー、今のところモイーズ・キーンが1位か。1億ユーロ。ただもっと動きそうですね。どでかい移籍情報待ってます。さあ、ハーストに移籍オファー来ましたね。バイエル・ミュンヘン。え？ 3億3940万ユーロ。とんでもねえ額が来たな。わ。ハーストとんでもねえことなってる。20歳になったか。現在の市場価値が2億6400万ユーロ。多分これ全選手でトップなんだよね。実際の交渉の価値が3億9710万から5億8240万の間。やばすぎだろう。5億ユーロでもこれ売れる可能性あるな。いやー、ただプレミアリーグで1年間やりたいんだよな。ということでここは涙を飲んで拒絶するか。すまんハースト、拒絶。いやー、とんでもねーオファー来てんな。これで週休2000っておかしくねえか。さあ、リンクビストに移籍オファー来ましたね。390万ユーロ、ウエストハム。いいですね。これは合意したい。さあ、リンクビストですけども、20歳になったか。ウエストハムから390万でのオファー。で、市場価値360で、マックスでも510か。まあ一応、直接交渉してみよう。さあ、リンクビストの交渉です。まあ、どれぐらい上げられっかな。一旦500でオファー出してみるか。500万ユーロ、どうでしょう。あ、OK か。もうちょい上げられたな。まあまあ、でも妥当なとこか。さあ、リンクビスト。まあね、序盤はすごい頑張ってくれたけども、あまり伸びなかったな。ウエストハム、モイーズのところで、さらなる成長、期待してるよ。頑張ってくれ。そして新しい移籍情報入ってきましたね。マクトミネがローマからエバートン。いや、結構コロコロチーム移籍してんな、マクトミネ。今度はエバートンか。プレミアに戻ってきた。そして、森島がマインツに行ってますね。てか、サレルニターナにいたんだ。
620万ユーロっていうか CF なんだね登録。あ、そしてライプツヒにいたイグレシアスがシュツットガルト行ってますね。1690万ユーロ。あ、こんなもんか。さあ、そしてアラウジョにカイドでオプション付きのレンタルオファー来ましたね。グレミオ、あ、母国ブラジルから来たか。これいいんじゃない、アラウジョ。うん、これは買い取りオプションありでいいでしょう。うん、このまま委任にします。1年間で売却はまあこれでいいかな、別に。うん、このままにしましょう。 OK、 頑張っていってきてくれ。さあ、リンクビストの売却決まりました。よかったよかった、新天地で頑張ってくれ。対戦するときにはお手柔らかに頼む。そして新しい移籍情報ですが、リューディガー、アトレティコにいたのか。4380万でトッテナムに行ってる。いやー、プレミア戻ってくるのか。そして誰だこれ、イナチョ22歳、モナコからバレンシア、6240万ユーロ高いな。そしてニューカッスル、エドワーズ、セビージャ4560万ユーロ。そしてエスパニョールのこの選手も誰だ、ボットマン24歳、アトレティック5900万ユーロ。あまり知らない選手高くなってきてるね。そしてでかい席来ましたね、ザカリア、インテルからビジャレアル8190万ユーロ。あれ、ザカリア昨シーズンも移籍してなかった。あ、そしてダンジュマがビジャレアルからエラスベローナ、セリアに来ましたね、3600万ユーロ。あ、マジョルカのマシオホッペがサンテティエンヌに行ってる。まあ2部に落ちたからな、マジョルカ1430万ユーロ。まあ主なところはこれぐらいかな。そしてアラウジョの1年間レンタル条件合意した、うん、じゃあこれ合意しに行きましょう、オファーに合意と。 OK。 さあ、古川景時にケルンから2年間のレンタルか。あー、まあいっか、これ合意してこよう。さあ、古川ちょっと2年長いかもしれんけどな、これ委任にして1年レンタルにするかな。うん、これでオファー出しましょう、1年レンタルで。さあ、今度はサストーレに買取オプション付きレンタルか。あ、これ買取オプションなしにしたいな、サストーレ。さあ、グスタボじゃなくてサストーレの方にオファー来たか。うん、これは買取オプションはさせたくない。移民で普通のレンタル1年間、これでいきましょう。さあ、古川の1年間レンタル合意した。 OKOK、 じゃあこちらも合意、頑張っていってこい。さあ、アラウージョもレンタル移籍合意しましたね。そしてパウエルズにレンタルオファー。そうか、こいつスタッドレンヌのレンタル移籍蹴ったんだよな。ホッフェンハイム買取オプション付き、いいでしょう。さあ、パウエルズ、これは拒否しないでくれよ。さあ、ちょうど8月に入ったので久々にスカウトレポート来ましたね。というか7月1日の分バグでスカウトレポート入んなかったんですよね、ちょうどシーズンの切り替わりの時。いやー、ちゃんとテストプレイしてほしい。なので2ヶ月分しかスカウトレポート上がってこなかったんですが、これが3ヶ月目ラストということになります。1人目見ていきますか。マーカス・ロング、ウィンガーつってんのになんで左サイドバック連れてきてんな、これ。70から94か。市場価値は22万。いや、ダメでしょうこれは、拒否。2人目、イーサン・ドッツ。うわー、17歳にしては結構前髪きてんな。うん、お察し。35万、厳しいな、拒否。3人目、オリバー・マリオット。ポテンシャル高っ、82から94、いいですね。市場価値は190万。うん、これはいいと思う、一旦キープ。4人目、ローリー・バーンズ。76から94か。うーん、良さげではあるけども、市場価値67万5千か。ラスト、イサク・ダイソン。掃除機みたいな名前だな。65から91、市場価値は22万。これ多分ダメだな、これ拒否しよう。OK、
ということで、今ユースに空きあるのでこの2人契約しましょう。まずマリオット、この選手は間違いなくいいと思うのでこれは契約しましょう。契約で2人目、バーンズ、まあちょっとマリオットと比べたら見劣りするけども今のところ空きあるのでこれも契約しちゃいましょう。契約。そして今スカウト空いてるんですけども、まあユースもいっぱいいっぱいで今必要としていないので一旦ここは停止しておいてまた必要そうになったら派遣しましょう。そしてパウエルズにまたオファー来ましたね。今度はスポルティング、こっちも買い取りオプション付き、どんどんこれは合意していこう。それでは8月に入ったので現時点での主な移籍、新しいの見ていきましょう。まずはギマラエス、ラツィオからシティに行ってるな、5610万ユーロ。そしてサンプドリアのファリアス、21歳、6360万ユーロ、高っ。そしてボルシアのディオップがアトランタに行ってる、3950万ユーロ。そして誰これ、ベレス・サルスフィエルド、アルマダフランクフルトに6350万ユーロ、23歳。こんな選手いるんだね。そしてセルタに行ったベンセドール・レバークーセン、5880万ユーロ。でアザールの弟、フリーエージェントだったんだ、エバートンに行ってる、マジか。そしてエンリカ・リールからリバプール、センターバック、4210万ユーロ。いや現実世界ではまだ21とか20歳以下の選手がものすごい成長して高く売れてますね。面白い。さあサストーレのスタッドレンヌへの1年間レンタル条件合意した、よしよし、これ合意しに行こう、サストーレ買取オプションなしの1年間、いいね、合意、いってらっしゃい。さあメラーにシティからオファー来ましたね、1000万ユーロ。いやーメラーは出せない、やっぱシティは見る目があるな、さすがのスカウトといったところ、ここは拒絶ですね、ごめん。そして古川のケルンへの1年レンタル決まりましたね、活躍してほしい、買い取り頼むぞ。そして移籍でどでかいの出てきました、フィオレンティーナ、フェデリコ・キエーザ、バルセロナ行き、1億9690万ユーロ。やべえ、すごい移籍出た、バルセロナでかい買い物したな。そしてクラマリッチがフリーだったんだ、ソシエダに行ってますね、33歳になってる。そしてザニオーロがレスター、いやフィオレンティーナ、キエーザとザニオーロ両方出したのか、わあ財政難なのかな、6320万ユーロ。さあサストーレのレンタルが決まりました、頑張ってきてほしい。そしてパルミエリに移籍オファー、またシティかよ、メラーがダメなら今度はパルミエリか、7620万ユーロ。うーわーこれ迷うな。そしてオルセンにも移籍オファー、ユベントス600万ユーロ。あこっちは出せない。まずオルセンですが、まあ、この選手は将来性抜群なのでまだ売りませんということでここは拒絶。そして問題のパルミエーリなんですけども、まあ正直言うと売りたくはないけど、もともとは転売目的でフリーエージェントから獲得した選手なんですよね。アメオトユナイテッドの方針から考えるとフリーエージェントは若干裏技的なところがあるので、この選手をチームの看板として据えるのは正直抵抗はあったんですよね。そしてパルミエリに関してはすでに成長限界を迎えていて86でストップしてるんですよね。ということでこれ以上の高みも望めない状況です。ということでちょっと名残惜しいですが、このパルミエリマンチェスターシティに売却したいと思います。現在の市場価値が6650万ユーロ、かなり高い。ただ7620から1億1180万か、ここまでの間で取引ができるということでシティがその加減でオファー出してるんですよね。
ここは1億ユーロ以上に釣り上げたいということで直接交渉いきます。さあパルミエリの移籍交渉です。グアルディオラ自らお出ましか。いやーすごい駆け引きになりそうだ。7620万は安いのでここは釣り上げたい。1億1000万ユーロ、これでいきましょう。オファー8350、微妙。1億ユーロ、これでどうだ。9590か、なるほどね。9700万ユーロ、これだったら OK くれんじゃない。 OK、 9700万ユーロで合意。いやちょっと1億には届かなかったけども、まあここがラインでしょう。ということでパルミエリ、あとは個人間合意がなされるかどうか。まあ行くだろうな。さあ1日経過してパウエルズがスポルティング、1年間レンタル合意。 OKOK。 そしてクルピンにレンタルオファー。ベティスか、いいんじゃない。買取オプション付き、あこれも OK しに行こう。さあパルミエリの売却決まりました。9700万ユーロ。いやーシティに行ったか、頑張ってくれ。8650万ユーロ追加、でかい。そしてクルピンにまたオファー来ましたね。ポルトか、買取オプション付き、これも直接行ってみるか。そしてカールソンにもオファー。ヘルタベルリン2190万ユーロプラスルケバキオ、誰だこれは、受ける価値ないな。そしてパルミエリがいなくなってしまったので今センターバック、このメラーとエンディオネ、さらにウィンターの3人しかいません。ということで1人ユースから昇格させていきましょう。そして今回昇格させるのはこのクレベル・カルドーソ、ブラジル人18歳、オーバー89-94とかなり高いんですよね。まあこのヘルマンセンの方が現時点ではオーバーに高いんですけども、ポテンシャルがカルドースの方がちょっとだけいいんですよ。ということで今回はこのカルドースを昇格させていきたいと思います。ただやっぱり見た目地味なので変えていきましょう。おお、なかなかいいんじゃないでしょうか。これでいきましょう。ということでシニアチームに昇格、頑張ってくれよ。そしてカルドースを昇格させたら若手育成の項目一つ達成できましたね。あーやっぱりポテンシャルめっちゃ高いんだな。よしよしよし、ラッキーラッキー。そしてカルドーソですがやっぱり一流選手か、いいですね。めっちゃ期待できる、大事に育てていこう。そしてまた大きい移籍の情報入ってきました。ベリンガム、アトレティックからインテルに移籍、9060万ユーロ、高え。今21歳か、ものすごい伸びてんな。そしてアネオトユナイテッドからスパーズに放出したセセニョンがヘタフェに行ってますね。2680万ユーロ、ありゃープレミア残れなかったか。そしてフリーエージェントにいた南野がエラスベローナ、セリエ A に行きましたね。あー南野フリーエージェントだったんだ、なんでやねん。まあセリエ A で頑張ってくれ。そしてナポリにいたテレスがブライトン、2390万ユーロ。おお補強してんねブライトン。そしてヘルタベルリーのクリステンセン、バジャドリーで、パルミエリがアネオトユナイテッドからマンチェスターシティ、9700万ユーロ。いやーすごい移籍だったね。そしてアレックスにまた移籍オファー来ましたね。ホッフェンハイム6780万ユーロ、うんこれは拒否します。そしてこれちょっと見逃してた、ダニオルもシティからマドリーに行ってる、1億660万ユーロ。うわー1億超え3人目か。さあニールにレンタル移籍のオファー来ましたね。ビーレフェルト2年間か、ちょっと長いな。ちょっと2年レンタル長いのでここは移民で1年レンタルにしましょう。さあパウエルズがスポルティングにレンタル移籍合意ですね。でクルピンは、あベティスの方に行ったか、しゃあない。ポルトは拒否したんだね、うーん残念。さあニール1年間レンタル OK、 よし合意しに行こう。さあまた移籍オファー来ましたね。ジュールにレンタルオファー、アヤックス買取オプション付き、あーこれはダメ。そしてエスポージとグスタボですね、カリアリ270万、あこれは両方拒否です。さああっという間に
開幕戦の日程まで来ました。ということで次回はいよいよプレミアリーグ開幕戦です。まあ、相手は QPR なんですが、まあ、油断ならない相手になるのでしっかり頑張っていきましょう。ということで今回の動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。